皆さん、こんにちは。自民、公明両党の歴史的敗北に終わった10月27日投開票の衆院選、自民党は191議席、公明党は24議席と、公示前から大幅に議席数を減らし、2009年以来、15年ぶりに自公で過半数を割る事態となりました。それでも続投の意向を表明した石破首相、主張がコロコロ変わる石破首相にはもう誰も期待などしていないのでしょう。国民からも見放され、ついには仲間であるはずの自民党員からも裏切られている様子。一体何があったのでしょうか。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ロマンザ、与党過半数割れ。10月27日投開票の衆院選は自民・公明両党の歴史的敗北に終わりました。歴史的敗北から一夜明けた10月28日、紺のスーツに水色のストライプのネクタイという格好で記者会見に臨んだ石破首相は、終始厳しい表情を崩さないまま、政治と金に対する国民の疑念を払拭できなかった。今回の衆院選の敗因をそう分析した上で、自身の責任については、国政は一時たりとも停滞が許されない。現下の厳しい課題に取り組み、国民生活を守る、日本国を守ることで職責を果たしていきたい、などと述べ、続投する意向を示したのです。最終的な獲得議席数は、自民党が191、公明党が24、与党として計215議席、過半数の233議席に18議席足らないという結果。一方、立憲民主党は選挙前の98議席から50議席増の148議席、国民民主党は選挙前の4倍の28議席を確保し、大躍進を遂げる形となりました。歴史的大敗ともいえる選挙結果について、元自民党事務局長で選挙政治アドバイザーの久米明氏は、自民党と公明党は予想通りの惨敗、しかし立憲民主党などの野党に対しても、2009年の政権交代選挙の時のように追い風が吹いたわけではありませんでした、と語っています。続けて、自民党が勝手につむじ風に巻き込まれて苦しんでいるのを無風状態の野党が傍観しているという雰囲気だったのではないか、みんな呆れ返って自民党を見ているかのようでした、とコメントしており、つむじ風の正体は言うまでもなく、東京地検特捜部が手掛けた政治資金パーティー収入不記載事件でしょう。石破首相は事件に関係した候補のうち10人を非公認とし、他の34人については比例代表との重複率候補を認めずに選挙に臨んでいます。その裏金候補らの選挙結果は18勝28敗、高木剛氏や下村博文氏、武田良太氏といった大物議員がこぞって落選したのは、選挙戦終盤に発覚した2000万円問題の影響も大きいでしょう。新聞赤旗が掲載したスクープ記事、裏金非公認に2000万円、公認と同額、自民本部が政党助成金、選挙まであと4日と迫った10月23日のこと。記事によると、公認候補に支払われたのは公認料500万円と活動費1500万円の計2000万円。一方、非公認となった候補に対しても党勢拡大のための活動費として同額の2000万円が支払われたというのです。この報道は全国紙も後追いし、野党は裏公認料だとして一斉に批判、自民党を苦しめていたつむじ風が一層勢いを増すことになりました。またこの問題に対する石破首相や党執行部の対応もひどく、赤旗報道が世に出た日、自民党の森山裕幹事長は政党支部に対し、党勢拡大のための活動費として支給した、候補者に支給したものではないとのコメントは出したものの、会見などは開かず、石破首相に至っては赤旗報道翌日の24日広島での街頭演説で、私どもはそのような報道に負けるわけにはいかない、そのような偏った見方にも負けるわけにいかないと逆切れともいえる発言をする始末。広島での発言は前日、
夜更けまでかかって自分で考えたものだったようです。しかしあれは本当に最悪の対応でした。あんなことを言うなら黙っていた方が良かったと、官邸関係者、自民党関係者に聞いても、選挙においては何これと人々に疑問に思われるようなことは絶対にやってはいけません。今回の2000万円問題はまさにその典型。非公認候補の支部への支給は公認料の500万円分を引いて1500万円にしておくなど、公認と非公認で金額に差をつけていれば言い訳ができたはず。そうしなかったからこの問題について説明できなくなってしまったのですとコメントしています。選挙戦終盤に大きな影響を与えた2000万円問題、それは誰の判断で引き起こされたものだったのか。自民党関係者はこう語ります。決裁者の森山幹事長と党の金庫番である元宿仁事務総長、どちらかが主導したのでしょう。また石破首相にも当然報告は上がっていたはずですと、非公認ながら当選を果たした平沢勝栄元復興相は2000万円問題について、こんな大きな問題になるってことを全く想像できなかったとしたら党執行部はちょっとどうかしてると思うな、余計なことをしてくれたなと思いますよ、時期が悪すぎますよ、なんでこんなにセンスがないんだろうと語っています。また石破首相と総裁選で戦った小林鷹之元経済安保相もこう慨嘆。2000万円の問題が報じられたことによって自民党候補が苦戦を強いられ、多くの優位な人材が苦杯をなめる結果となった、だから私は万歳する気にはなれなかった、党の執行部の方々にはこの責任を感じていただきたい、2000万円問題と合わせて非公認比例重複を認めないという突然の決定についても丁寧に説明いただきたいと、何も怨嗟の声が上がっているのは党執行部に対してだけではありません。大敗を喫したにもかかわらず続投の意向を示した石破首相に対する疑問の声も党内には渦巻いているのです。山田博史参院議員は、本人が勝敗ラインを与党の過半数と決めたわけだから目標を達成できなかったら責任を取るということでしょう、そうじゃないとそんなことを宣言する意味がないじゃないですかと語り、西田昌司参院議員も、選挙で負けたら責任を取るのは当然だから、まずは今の事態を考えるべき、それを考えた上で次の総裁になる人が党を立て直しましょうということですと憤慨。仲間が何十人も死んでいるんだから、敗軍の将の責任はあるでしょう。幹事長を指名したのも、解散を決めて内閣支持率が下がっている中での選挙になったのも、全部石破さんの責任じゃないですかと、関係者内で石破首相の責任問題を指摘する声が多く上がっているのです。ロマンザ。しかし政治部デスクによると、石破首相が敗北の責任を感じている様子はないようで、裏金事件は前政権時代に発覚した問題で、今回の選挙はその影響で敗北しただけ、だから自分には何ら責任はないと考えているようです。実際石破さんは選挙の結果を受け、誰も爪腹を切る必要はないと周囲に話しています。小泉進次郎選対委員長だけは辞任の意思が固く、石破さんの慰留に応じませんでしたが、こうして何事もなかったかのように前に進もうとしている石破首相、しかしその先行きは茨の道どころではありませんと政治ジャーナリストの青山和弘氏は語り、続けて今後の政権運営は相当厳しくなります、早晩立ち行かなくなることも予想されます、選挙で負けた首相に対し野党は厳しく当たりますし、自民党内でもこれだけ議席を失えば求心力がかなり低下しますと語っています。今回の選挙で与党は過半数割れとなった以上、石破首相が取り組まなければならないのは何よりもまず多数派工作でしょう。自民党としては非公認組の追加公認と何人かの無所属議員を取り込むことができれば10議席のプラスは可能なのではないでしょうか。もちろん石破首相の多数派工作の行方次第でしょうが、この問題について関係者は
こういう交渉ごとでは側近の働きが極めて重要になります。石破さんの意を汲んで根回し調整をしてくれる存在が必要なのですと語り、岸田文雄前首相の場合、木原誠二前官房副長官という側近がいて、二人は毎晩のように会い、木原さんは岸田さんのための裏方仕事をやっていました。一方石破さんの側近といえば赤澤良政経済再生省くらい。しかし彼には寝技のような根回しは期待できませんと明かしています。ロマンザ。こうして石破首相は有能な側近不在のまま不安定な政権運営を迫られています。与党過半数割れの公明両党の歴史的敗北、自派閥もなく、まともな側近もいない。そして世論に見放された石破首相、石破氏では参院選を戦えないという声が高まっており、今後石破降ろしが起こる可能性がありそうですね。首相在任期間史上最短は免れそうですが、政権運営の迷走は避けられないでしょう。今後どういった動きを見せるのか注目していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。